何？浜松餃子。浜松サービスエリア。はい、餃子いただきます。おいしい。甘くておいしい。もやし、浜松餃子、もやし。これ何買っとんの？なんのうち、ここで食べるなら餃子定食にすればよかった。なんかこのサンドイッチもおいしいね。何サンド？卵照り焼きチキンサンド。どうやって止めてあるんだ。はい。さあ、唐揚げ棒。これ名古屋名物、土産。うまい。うまい。うまい。おいしい。はい。静岡サービスエリア。魔界の牧場だって、魔界だよ。ふぃー。青のり出し粉をかけるらしいです。なんでサービスエリア毎回用って食べないかね。いい匂いするね。じゃあいただきますよ。はい。なーにこれ、富士と白雪って何？わからん。なんだった。中になんかね、団子入ってる。ああ楽しそう。肉団子のね、周りがね、餅で包まれてる。そういうこと？じゃあ肉団子いらんかったね。何？うまい。うまい？うん。うまい。本当に？うん。なんか北海道物産展みたいな感じがするでしょ。でもじゃがいもじゃないから。ああ、そう、卵は定番だもん。あ、うまい。うまい卵。うん。じゃあなんか新東名から見る富士山もいいね。その方がよく見えるわ。どんだけ撮っとるな、富士山ばっかり。俺なにこれ。これね、うん、すごいな。駿河湾の、うん、釜揚げしらすとエビだけのやつかと思ったもん。でかいよこれ。顔と比べるとこんなにでかい。何それ？マグロカマ。食いすぎとるから単品にしました。いや、なんか美味しそうだよ。うまい。柔らかい。満足。うん、でかい。うん、すごい曲がってる。本当。おいしい。寿司は？いやー、マグロ。うまい。普通にうまい。うまい。そんなに食べれん。サーモンもある。お寿司のマグロうまい。駿河丼もいただきます。もう釜揚げしらす桜えび丼になっちゃってるけど、うまいね。なんかミックストマト売っとった。いろんな色のトマト。デザート、うまっ。冷たくて美味しいよね、うん、グリーンの食べて。グリーンの、うん、グリーントマト。あ、違うね。いやー、これ何？ほおずき。ほおずきもうちょっと綺麗だと思う。トマトだね。美味しい。いろんなもん食べすぎてもうそういらんトマトだった。